ントも含めたクラブの中での信頼というものをしっかり確固たるものにしながら一つになって笑顔と喜びを皆さんと共に分かち合えたらなというふうに思っております。そして明けましておめでとうございます。本日は名古屋グランパス2016シーズン新体制発表会にご来場いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。多くのファンサポーターの皆様をお迎えして開催いたしますこの新体制発表会では、来たるシーズンのクラブ指針をお伝えし、新たにグランパスファミリーとなる新加入選手とともに2016シーズンへの決意を新たにしてまいりたいと思います。はい、そんな中登場いたしました私、本日の司会進行10年目を迎えました名古屋グランパススタジアム DJ のヨーヨーヨースケです。どうぞよろしくお願いします。そしてケーブルテレビで放送中のグランパススタジアムで MC を担当しております奥ゆりが務めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、この2人で司会進行で盛り上げていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速参りましょう。まずはじめに株式会社名古屋グランパス8代表取締役社長久米和正よりクラブを代表して皆様にご挨拶をさせていただきます。久米社長、お願いいたします。皆さんこんばんは。名古屋グランパスの久米でございます。日頃より名古屋グランパスに対しまして熱烈なるご支援ご尽力を賜りまして、また熱い熱いご声援をですねいただきまして、この場をお借りいたしまして御礼申し上げます。本日は平日の夜にもかかわらず多くのサポーターファンサポーターの皆様方にお集まりいただきまして、重ねて御礼を申し上げます。ありがとうございます。さて、私どもは私ども名古屋グランパスは昨年から愛されたいクラブ宣言を発信をいたしまして、皆様に、スポーツを通じまして元気と笑顔をですね届けられるように活動してまいりました。そのような中2016年今シーズングランパスの OB でもあります小倉 GM 兼監督をお迎えさせていただきました。彼ならば必ず名古屋グランパスに新しい風を吹き込んでいただけると確信をいたしております。小倉 GM 兼監督のもと、昨日より2016年シーズンのチームの指導をいたしております。2016年の今シーズンにおきましては名古屋グランパスにとって大きな改革に向かって本格的にチャレンジをしていくシーズンであると考えております。名古屋グランパスの
今シーズンのチームのスローガンは信頼でございます。私どもは皆様方のと真摯に向かい合って、そして皆様方から信頼を勝ち得るために全力を尽くしていく覚悟でございます。私どもが目指していく大きな改革を成し遂げるためには、グランパスに関わっていただいているすべての方々の信頼をが大きな力となるというふうに考えております。名古屋グランパスは2016年大きな一歩を踏み出していきます。この街がスポーツ、サッカーを通じて元気と笑顔であふれるように、皆様方にグランパスを通じて幸せを届けられるようにですね、頑張っていく所存でございます。皆さん、2016年シーズン共に戦っていきたいと、ぜひよろしくお願い申し上げます。小倉新監督に皆様方のパワーをですね、ぜひ注入してあげていただきたいというふうに思っております。よろしくお願い申し上げまして、ご挨拶に変えさせていただきます。今年ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。久米社長の代表挨拶でした。さあ、それでは続きまして2016シーズンのクラブ方針およびチーム方針を発表させていただきます。クラブ方針につきましては、株式会社名古屋グランパス8代表取締役専務中林久夫より発表させていただきます。中林専務、お願いいたします。皆様こんばんは。事業本部を預かります中林でございます。日頃はですね、皆様と接する機会がなかなかなくて、こういう場に立たせていただくのも初めてかと思います。僕の説明報告も拙くて、ひょっとするとお聞き苦しい点もあるかと思います。あらかじめご容赦願いますようお願い申し上げます。それでは事業本部長といたしまして、本年度のクラブ方針のご説明ご報告をさせていただきます。グランパスリバイバルプラン、これが私ども名古屋グランパス2016年の経営方針でございます。その骨格にありますのは、昨年より活動しております愛されたいクラブ宣言。去年始めました時は、今さら愛されたいクラブで何をやってんだと、そんなことをやるよりもやることがあるだろう、いろいろご意見をいただいたりですね、ご批判もいただきました。ホームタウンすべての皆様、もっと身近にもっと楽しく、なんでこんなことを言ってるのか、おお中林、おおグランパス、お前んとこの試合は面白くないんだよ、楽しくないんだよ、言われたからですよ。チーム、アジアから世界水準を見据えて、チームの方向性がよくわからない、日本チャンピオンいつ取るんだ、アジアはどう考えているんだ、はっきり答えていきたいと思いました。スタジアム、トヨタスタジアム、いつか名古屋に帰っちゃうんじゃないか、みずほパロマスタジアム、いつかトヨタに行っちゃうんじゃないか、そういうはっきりしない思いをトヨタも名古屋もしっかりやる、グランパス二都物語を実現するんだ、高い品質で実現するんだ、そういう思いで発表させていただきました。ただまだまだ道半ばです。これより私どもを取り巻く経営指標についてご説明いたします。2009年45億円の事業規模、ここを最高にですね、近年は40億円プラスマイナスアルファと完全に伸び悩み、ゼロ算
ゼロ成長、非常に厳しい状況に追い込まれています。次に観客数、ご来場数でございますけども、 J リーグ開設当初は2万人規模、そしてまだ皆様も心に残っていただいていると思いますが、2010年リーグ優勝初制覇をした時には2万人近いご来場をいただきましたけど、近年は16,500プラスマイナスアルファ、こちらもですね伸び悩み、ゼロ三、ゼロ成長、非常に厳しい状況に追い込まれております。次にブランドイメージです。アイデンティフィケーション調査、これはですね、どういう質問かと言いますと、ご来場いただいた皆様へのアンケート調査です。自分はグランパスのファンであることを重要と思う、そう思う、まあそう思う、そう思わない、グランパスのファンを辞めたときには人生において大きな喪失感を持つだろう、思う、そう、まあそう思う、そう思わない、グランパスのファンであることは人生生活において最重要事項である、そう思う、まあそう思う、思わない。17位です。18位、16位、もう J1 にはいませんよね。これぐらい厳しい状況にありました。そういう思いで愛されたいクライブ宣言、皆様へのコミットメントとしてやらなきゃいけないんじゃないかと思った次第です。ただし道半ば、今年についてはさらにパワーアップしなきゃいけない、そういう思いで考えてまいりました。愛してもらうためにはどんな価値を提供すべきなんだ、本来僕らのミッションというのは何なんだ、何のために名古屋グランパスがこの町にあるんだ、いろ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 議論し、ファンの皆様からのご意見もいただき考えてまいりました。そこでたどり着いたのが、原点には戻った基本的なことでございますけども、僕らのミッションっていうのはグランパスで一つになる幸せを地域の皆様に提供することなのではないのか、この言葉に尽きると思います。一つになるってどういうことなんだろう。例えば仕事面白くないよね、今日も上司に怒られた、うまくいかなかった、でも週末の僕らの試合で喜びを爆発させる、そういう気持ちじゃないかなと思います。例えばあれ、どっかで見た人だよね、あれ、あの人もグランパスのファンだったんだ、みんなでハイタッチする、そういう思いを体感してもらうことなんじゃないかなと思いました。家族、娘さんと息子さんと、あるいは奥様恋人と一緒に応援いただいて、あれ、お父さんサッカー見るって楽しいよね、そういう気持ちを皆さんに持ってもらうことなんじゃないかと思いました。グランパスで一つになる幸せ、基本といえば基本かもしれません。愛されたいクラブ宣言、もっと発展させて、私どもはこのミッションについて本年度小倉とともに推進してまいります。このミッションを達成するために5つの具体的ビジョンを考えました。まず第1は、感動のゲームデーエクスペリエンスを提供する。最高のゲームをチームが見せることはもちろんのこと、皆様のご自宅を出てから電車で、スタジアムの沿道で、イベントで、グルメで、そしてお酒で、あるいは勝った後の祝勝会で、ドアトゥドア、お宅を出てから帰るまで楽しんでいただけるようなことが
企画することが大事なのではないか、やり抜いていかなければならないのではないかと思って推進してまいります。例えばですね、私どもの親会社様、スポンサー様には名鉄さんいらっしゃいます。赤池の駅からグランパス応援列車、グランパス列車出たら面白いですよね。検察にですね、うちの選手の永井君出てきたらどうですか、小倉監督が出てきて今日は応援お願いしますと言ったら面白いですよね。そういうことを皆さんと共に検討してまいりたいと思います。ビジョンの2つ目は聖地を作り出す。最近新設スタジアム、名古屋で専用スタジアムを作りたいということでマスコミに取り上げていただいておりますけども、その前に愛されたいクラブ宣言で申し上げましたが、トヨタスタジアム、パロマみずほスタジアム、この既存のスタジアムをしっかり運営して本当に楽しいゲームを、楽しいイベントを皆様と共に共有していきたい。その上で名古屋の新スタジアム実現の暁にもですね、トヨタと名古屋、この2つのホームタウンのためにグランパス二度物語を実現してまいりたいと思います。今年は皆様とそういうコンセンサス作りに向けて一歩一歩新しいコミュニケーションをやってまいりたいと思いますので、よろしくご指導お願いします。3つ目です。誰もが顧客になると認識する。先ほど私どものご来場者数は1試合平均1万6000人です。年間の延べで言いますと30万人。もっと中を見ていきますとね、30万人、6万人の方がだいたい平均5回来ていただいてるんですよ。コアファン、ミドルファン、ライトファン、6万人の中でも数千人の方は毎回来ていただいている。5、6回来ていただく方、ミドルファン。僕らがやらなければいけないのは、そうしたコアファン、ミドルファンの方にもう1回、もう2回応援に来ていただくことはもちろんですが、まだまだ1回も来てない皆さんに対して1回応援に来てください、頑張りますよと、シモビッチ頑張りますよと、野田君のゴールを見てください、そういう活動をしてまいりたいと思います。名古屋、トヨタ三好ホームタウン、いやもっと大きな愛知、三重、岐阜で言いますと1000万人ですね。1000万人の皆さんの中でまだまだ6万人のお客様しかご来場いただいてない、1000分の6ですね。でもこれを1000分の7、1000分の8、1000分の9、そういう活動をですね、しっかりと実施してまいりたいと思います。ビジョン4つ目です。タッチポイントを圧倒的に拡大する。1000分の6、7、8、9と駆け上がるためにも、名古屋駅、豊田市駅、みずほへの沿道、豊田市駅からスタジアムまでの沿道、スクール、チアダンス、イベント、パブリックビューイング、とにかく皆様に露出する部分、タッチポイントを増やしながら、ご理解いただくことが、振り向いていただくことが、まずその第一歩だと思います。過去25年間いろいろやってまいりましたが、まだまだ努力が不足してたかな、反省しております。しっかりとしたタッチポイントの拡大に向けて努力してまいります。そしてビジョンの5つ目は、今まで申し上げましたことを実現していくためにも、クラブに関わる全ての皆様と実現していかねばならない。ファン・サポーターの皆様のご協力はもちろんのこと、地域、チーム、スポンサー、フロント、メディア、株主、皆さんと共にですね、歩んでいく、皆様に育てていただく、そういう
取り組みが必要だと痛感しております。そうしたことに向けてチームはもちろんクラブ一同精進してまいります。もう一度申し上げます。グランパスで一つになる幸せ、私どものミッションですし、今日のお客様へのコミットメントでございます。何言ってんだと、全然できてないじゃないか、どんどん意見ください。皆様と共に作り上げていくのが名古屋グランパスの2016年以降の在り方だと思います。アジア、そして世界へ、夢は大きいです。皆様と一緒に駆け上がっていきたい。小倉君を支えてみんなで大きくなりましょう。どうかよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。中林専務のクラブ方針発表でした。それでは引き続き2016シーズンのチーム方針を発表させていただきます。チーム方針は名古屋グランパスゼネラルマネージャー兼監督小倉貴文より発表させていただきます。小倉 GM 兼監督、お願いいたします。皆さんこんばんは。2016年今シーズン GM 兼、監督を務めさせていただきます、小倉です。昨年、6月ですね、 GM 補佐として、グランパスに戻ってまいりました。その時に、強くクラブ側から言われたことが、グランパスのスタイルを作ってくれということが一番でした。まあ今シーズン、その時はまさか GM 兼監督なんて大きなことをやらされるとは思ってもなかったんですが、ただ、また今日この場に立って、より一層そのスタイルの確立作っていかなければいけない、クラブとしてしっかりとしていかなければいけないという気持ちがより強くなっております。それはかね、グランパスの、フットボールコンセプトとして3つ挙げさせてもらいました。ピラミッドという形で、上からフットボールスタイル、そしてフットボールプリンシパル、そしてメンタリティ、その中で一番トップに来る皆さんの場に表現する場、フットボールスタイルですが、記者会見の時に新体制発表で言いますからと、ずっと、こう小出しにしていった、言ってキーワードしか挙げなかったんですけども、そのキーワードを含めてグランパスが目指すサッカースタイルとは、スマートでインテリジェンスにあふれ、テクニカルであり、組織として共感するサッカー、赤字で書いた字がキーワードとして上がっていると思います。スマートさを、紐解いていくと、サッカーは、始まったら攻守の入れ替わりも激しいですし、その瞬間瞬間で、選手は判断していかなきゃいけないです。日頃やっていくことがそのまま出るわけじゃないですね。そういう意味では、それぞれがしっかりその場面場面で判断して瞬時に反応していかなきゃいけない、そのスマートさ、サッカー IQ みたいなものですが、そういったものが高くなければいけない。そしてテクニカル、そういった、こういったこのスタイルに合わせたサッカーをやっていこうとすると、現代サッカー、僕がやってきたようなサッカーよりももっとコンパクトになってスピーディーになっています。ということは、スペースもなく、通す技術も狭く難しくなっているということですね。だ、そういう意味ではテクニカルな部分も高いものが求められてきます。そしてまた、組織として動くためにはしっかりと共感し合ってなければなかなかできるものではありません。サッカーは、11人ピッチの上では11人であるものです。1人2人だけではなかなか組織的なサッカーというのはできないものであります。そういう意味では、しっかりとお互いが共感し合ってやっていかなければ、できないサッカーということになってきます。全体としてこういった言葉でなってますが、私、監督、新聞等でご存知かと思いますが、1年契約なんですが、何年やらせていただけるのか、それはGM 兼なんですが、
それはグランパスのいろんな方が決めていただくので、何年やるかわからないので、監督というものは変わっていくものですね。その中で、僕自身の言葉でこのサッカーの表現をすると、5人目まで連動するサッカーということですね。ちなみに現役時の写真を使ってもいただきました。ありがとうございます。しっかりとグランパスの選手だったぞということをアピールの意味で使っていただきました。さあ5人目まで連動するサッカーというとなかなか聞き慣れないと思います。3人目までは、サッカーを見ている方いろんなところの、記事なんかで見かけることがあると思いますが、5人目ってなるとピンとこないですね。じゃあ5人目は何なのか。そうですね、3よりもプラス2っていうことですね。簡単に言うと1つ2つ、2手先のサッカーということになります。でこれを思ったのは、まあ、それこそ、グランパスに、留学させていただいたオランダの時期にふっと思ったことなんですが、3人目までってよく言うけど、2手先まで組織的に動いた時にはどんなサッカーになるんだろうと漠然と思ってました。それをずっと、現役時代からもしかしたら追いかけていたのかもしれないです。今年監督にならせていただけるということで、自分の思い描いてた、漠然としたものを具体化できるタイミングチャンスをいただいたというふうに思っております。あるスタッフには5人目まで連動するサッカー言っちゃったって言った人もいましたが、はい、どうしても高い志、そしてやりたいサッカーというのを自分で表現したくてこの表現をさせていただきました。それをふと思ったのはオランダ時代。なぜかというと、日本のサッカーというのはどうやってしていけばいいんだといったときに、日本のサッカー、日本人は劣っているものももちろんあります。パワーであったり、とんでもない身体能力、これはかなわないです。ここは認めるべきものは認めてます。ただ日本人は誇れるものもあると思うんです、世界に。それはスタミナであったり、アジリティであったり、それこそ協調性であったり、そんなものをいろいろ考えていったときには連動するサッカー、これがぴったりくるんではないかな。5人目までそこまで突き詰めていけば、まあ、ちょっとイメージしていただきましょうか。じゃあ皆さん目を閉じてもらってよろしいでしょうか。皆さんはスタジアムで見てますね。はい、グランパスがボール持ってます。じゃあ新加入のオーマンが左の安田に出して、はい、安田から泉に当たって、泉が落としたボールを明神が持って、明神がダイレクトで出してシモビッチが決めたゴールです。気持ちいいですね。トントントンとつながっていて気持ちいい。まあそんなうまい具合にはなかなかいかないんですが、ただ5人目までっていうと 1,2,3,4,5 続いていったらいいようなサッカーということだけではないということです。一つのボールが動く、一つの選手が動くことによって、それによって5人が連動するということは、例えば真ん中行ったら右だけじゃないですね。その選手が左に行ったら、じゃあ逆側の選手もしっかりと意識と頭連動していかなきゃいけないということは、ピッチ全員がしっかりと共感し合って連動していかなきゃいけないということです。ただこれはなかなか難しいです。難しいですが、このグランパスのスタイルが確立することによって、グランパスという確固たるものができる、ひいてはこれが日本のサッカーの目指すべき道となるぐらいの志でチームをしっかり作っていきたいというふうに思っております。まあ、本当に日々の積み重ねであったり、選手をいろいろしっかりと落とし込んでいきながらやらなきゃいけないとは思うんですが、あくまでも高くこういったグランパスのスタイルというものをしっかりと追求していきたいと思います。そしてその下のスタイルをしっかりと受け止める土台となるものは何か。やることはサッカーなんですね。じゃあサッカーは何のためにやってるか。何のためでしょう。勝つことですよね。僕がものすごくいい内容でも負けたら皆さん納得してもらえないですよね。勝てなければいけないと思います。その当たり前のことをしっかりとこだわっていく。勝つ。じゃあ勝つためには何をするのか。点を取らなきゃ勝てないです。じゃあその自分たちのボールを
ゴールを目指す上でボールを持っているときにボールを奪われたら何しなきゃいけないか、それを点取るために奪い返す。勝つためにはゴールを奪うことと奪い返す、ここを繰り返しているっていう単純なことなんですが、ただ勝つからこそゴールを狙うんであって、勝ちたいからこそボールを奪い返せなきゃいかなければいけない。当たり前のことですが、そこをしっかりと抑えれる力強いスタイルだけでは上辺だけなので、しっかりとした力強い部分もこだわっていきたいというふうに思います。その原理原則となるところの部分、そしてスタイルをさらにしっかりとメンタル的にも支えていかなければいけないので、8つの項目で挙げさせてもらいました。まあ今の選手当たり前のように持ってもらっていると思っていますが、プロフェッショナルとしての自覚、尊重し合える精神、そしていろいろな方に関わっている方々に感謝の気持ち、まあ、サッカーは世界のサッカーです。コミュニケーション力、まあ、チーム内もそうですが、いろんなところでコミュニケーション力も上げていってもらいたい。そして、まあ、先ほどの話ともかぶりますが、チームの勝利のためにしっかりと戦い抜く、そして常にプロである以上向上心を持ち続ける、そして笛が鳴って最後までどんな状況でもネバーギブアップ、最後まで諦めないで戦う。そして最後はグランパスのユニフォームを着て、このグランパスのエンブレムをつけていることに自覚と誇りを持ってもらう、これが大事だというふうに思っております。この、3つの定義の上でやっていきますが、これがトップチームの定義となるんですが、ただこれはトップとしての、まあ、GM 兼監督の監督としての立場の話ですが、クラブというのはトップチームだけが勝っているだけではダメなんですね。このしっかりとした3つの定義をアカデミーの方にもしっかりと、もうすでにミーティングと重ねながら、アカデミースタッフたちとは話していますし、練習ももう始まっていますが、練習にも参加してもらっています。クラブとして下からのアカデミーもスクールも含めたトップチーム、一貫性のしっかりとしたピラミッドの中通したサッカースタイル、コンセプトを持って進めていくことで、グランパスの色、この色が皆さんにもっと濃く、もっと力強く映るように、サッカー、名古屋グランパスというクラブを、推し進めていきたいというふうに思っております。そして、まあ、その中でなかなか言うはやすしで、言うのは簡単なんですが、なかなか、表現するのは難しい。また、まあ、今日いろいろ説明しましたが、何のこっちゃ分からへんという方もいるかも分からないですが、それも当然だと思います。なかなか僕も言いながら言葉足りないこともたくさんあるような感じもしています。ぜひとも何か変わったなと思ってもらえるために、昨日からチームは指導しています。ぜひスタジアムに来ていただいて、何か変わったな、ああ小倉の言ってたのはこういうことかな、一辺はこういうことかなという部分を感じていただけたらなというふうに思います。そして最後に、チームのスローガンです。久米社長の方から話がありましたが、今年のチームスローガンは信頼です。お互い、まあ、チームの中でもそうです。しっかりと信頼しなければ、共感連動するようなプレーなんてできません。もうそうなんですが、まあ、私たちが皆さんを信頼していくもそうなんですが、皆さんからの信頼を勝ち得るために何をしなきゃいけないか、勝っていくこともそうですし、優勝を狙うのもそうなんですが、どういったメンタリティで、どういった態度で、そして一試合一試合どうやって戦い抜くのか、こういったものを見てもらいながら、今シーズン終わった時に、皆さんのしっかりとした、心からの信頼を得れればなというふうに思っております。2016年今年は大きな改革、そしてチャレンジの年になります。その中でグランパスというチームをより大きく前進させていきたいと思います。皆さんの協力が必要です。ぜひ私たちの力、私の背中を押していただいて力を貸してください。
今年1年よろしくお願いします。ありがとうございました。小倉 GM 兼監督のチーム方針発表でした。社長の挨拶から、専務そして GM 兼監督へと、うん、本当に力強い今年からより変わるんだというね、うん、決意を見られる、ご挨拶と発表でございました。はい、さあここまではね緊張感あるお話が続きましたの で、ね、ここからは少し趣を変えてお話を進めていきたいと思います。参りましょう。昨シーズン初の試みとしてスタジアムの内外で音楽を通じてグランパスを後押ししてくれるオフィシャルサポートソングを採用いたしました。2016シーズンですね。はい、2組のアーティストの楽曲を名古屋グランパス2016オフィシャルサポートソングとして採用することに決定いたしました。ではまずご紹介しましょう。1曲目は昨シーズンもスタジアム内外でグランパスをサポートしてくれたバンティフットリングフューチャリングネオヒーロー。そしてもう一曲目はピアノロックバンドクワイフの Don't Stop the Music。 Don't stop, don't stop the music 走り出す君へ届いてよ。さあそれでは早速そんな2組に登場してもらいたいと思います。バンティフットとネオヒーロー、そしてクワイフです。大きな拍手を。今日はね残念ながらライブはないんですけどもね、ご本人たちにご登場いただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではまず最初に昨年からご協力いただいておりますバンティフット2年目、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。名古屋でレゲエアーティストやってますバンティフットです。どうぞよろしくお願いします。さあ今シーズン2年目ということですけども、意気込みを一つ、代表してジュン君お願いします。そうですね、今回は前回と違い、アーティストがネオヒーローという名古屋のレゲエアーティストと一緒に組まして曲を作らせてもらったんですけども、この曲リングっていうのはですね、2015年名古屋グランパスセカンドステージのホーム開幕戦でガンバ大阪との試合をですね、僕をピッチのそばから見させてもらいまして、前半確か 0-2 で負けてたんですけど、後半すぐに追いついて、そこからのスタジアムの一体感というか、チームの皆さんとサポーターファンの皆さんの一体感、そこからちょっとインスピレーションいただきまして、この曲を作らせていただきました。ぜひ聴いてもらいたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、さあそして今回フィーチャリングアーティストネオヒーロー、一言だけいただいてもいいですか。ネオヒーローと申します。僕もちっちゃい頃からすごいサッカー少年で、グランパスを、とても応援していたので、こうやって地元のグランパスの歌を歌えるというのはとても喜びを感じております。皆さんよろしくお願いします。ちなみに実力的に言うと春日井選抜に前になったというサッカーの実力を持っているというねネオヒーロー、はい、ありがとうございます。さあそして代わってはクワイフよろしくお願いします。よろしくお願いします。今年からねグランパスファミリーになってもらいました。ではその思いをまず一言内田さんお願いします。皆さんはじめまして、名古屋発ピアノ3ピースロックバンドクワイフと言います。私事なんですけれども、僕は、約10年前、名古屋グランパスユースに所属しておりまして、退団して、この音楽活動を始めました。小学校6年生の時から約5年間ほど、プレーさせていただいたんですけれども、その10年間経ってやっとこうやってグランパスにもう一度関わらせていただくことができまして、本当に嬉しく思っております。ずっと、何かまた恩返しをしたいと思って音楽活動しておりましたので、それがこうやって2016年名古屋グランパスの新たな年に、力にならせてもらえて本当に嬉しいです。どうか皆さんよろしくお願いします。内田君素晴らしいけど、はい、固いな。ちょっと固いな。すみません、緊張してます緊張伝わってくるよ。そうですか、はい、はい。まあクワイフはね結構ジュペ FM の方でもいろいろとねご協力いただいてますけども、同期でいうと誰がいるんですか。吉田麻也選手と同期になります。ね、一緒にプレーもしてたってことですよね。そうですね、5、6年ほど一緒にやってました。そうですよね、はい。さあさらに、Don't Stop the Music 今ばっかりかかってますけども、この曲に対する思いを。はい、まあ、音楽を通じてここにいるサポーターの皆さんとグランパスが一つになれたらいいな、ただそれが一番本当に
叶えたいことで、なのでみんなで歌える場所とか、いっぱいあるので、この曲を通じてグランパスとサポーターの皆さんが一つになるきっかけになったらいいなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。すごい真面目だよね。あ、本当ですか。いいと思います。はい、さあそれじゃあ一言ずつ、今シーズンの意気込み改めて、まずはバンティフット代表して純くんお願いします。硬くなっちゃうかもしれませんけども、この曲リングがですね、選手の皆さん、そしてスタッフの皆さん、そしてサポーターの皆さん、ファンの皆さんと一つになることは僕は間違いないと思ってますし、そしてチームが大きく羽ばたけると僕は信じています。そして今回ですね、僕たちのそのリングフィーチャリングネオヒーローという曲の歌詞カードが皆様に配られていると思うんですけども、ぜひ歌詞をちょっと見てもらいたいなと、そしてなるべく大きな音量でこの曲を聴いてほしいなと。そしたらこのグランパスというチームの背中を僕たちも、そしてファンの皆様もサポーターの皆様も絶対に押せると思いますので、ぜひよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。バンディフットフィーチャリングネオヒーローでした。そしてクワイフ一言お願いします。皆様へ、はい、2016年のサポートソングをやらせていただくことになって本当に嬉しく思ってるんですけれども、僕らができることは音楽を通じてどうできるかっていうことしかないと思ってるんです。でそこが本当に、まだ力不足かなとも思っているんですけれども、でも僕らにしかできないこともあると思ってて、僕は名古屋グランパスユースに所属していて6年間プレーしていて、そんな僕らにしかできないことがきっとあると思ってて、そんなことを音楽で表現してここにいる皆さんを一つにできたらいいと思ってます。どうぞ1年よろしくお願いします。はい、ということでこれからどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。バンティフット、ネオヒーロー、そしてクワイフの皆さんでした。大きな拍手を。ありがとうございます。ありがとうございます。名古屋グランパス2016オフィシャルサポートソング、バンティフットのリングフィーチャリングネオヒーロー、そしてクワイフの Don't Stop the Music、 この2曲をホームゲーム会場やイベント会場で使用していきますので、ファンサポーターの皆さんも応援のほどよろしくお願いします。はい、またバンティフットとクワイフの活動においても名古屋グランパスのファン作りをサポートしてくれます。一つになって応援してまいりましょう。はい、さあそれでは続きまして、今シーズンの名古屋グランパスをご支援くださいますユニフォームパートナー、ユニフォームサプライヤーおよびトレーニングウェアパートナーをご紹介させていただきます。それでは皆様スクリーンにご注目ください。パートナーのお名前をご紹介しますので、会場の皆様大きな拍手をお願いいたします。それではまずはユニフォームパートナー、トヨタ自動車株式会社、株式会社トヨタ自動織機、トヨタ通商株式会社、トヨタファイナンス株式会社、トヨタガズーレーシング。続きましてユニフォームサプライヤーは、株式会社デサント、ルコックスポルティフ、そしてトレーニングウェアパートナーは、トヨタホーム株式会社、UCC 上島コーヒー株式会社、愛知東邦大学東邦高等学校、レイフィールド。以上パートナー各社の皆様に熱く御礼申し上げます。なお本日はご紹介することができませんでしたが、10社のオフィシャルパートナー、59社のクラブパートナー各社様にも大きな拍手を皆様お願いいたします。ありがとうございます。またグランパスの勝利を共に分かち合っていただいておりますサポートタウンの皆様、569社の名古屋グランパス講演会の皆様も本日お集まりくださいました。ファンサポーターの皆様同様に名古屋グランパスを熱くサポートしてくださっております。心より御礼申し上げます。今シーズンもどうぞよろしくお願い申し上げます。今ご紹介させていただきましたパートナー、サポートタウン、講演会、ファン、サポーターの皆様の後押しをいただきながら、名古屋グランパスは今年小倉 GM 兼監督のもと新たな体制でシーズンを迎えます。そして今シーズン選手が身にまとうユニフォームも一新いたします。それではここで2016シーズンのユニフォームを発表させていただきます。再度皆様スクリーンにご注目ください。
それでは今シーズングランパスに加入した新人選手2名をここでご紹介させていただきます。大学から加入、ディフェンダー背番号24、高橋出雄。同じく明治大学から加入、ミッドフィルダー背番号29、泉龍二。新ユニフォームに身を包んでの登場です。いやー、勇ましい二人に大きな拍手を。さあ、ちょっとね、緊張でこわばった表情も若干見受けられますが、少しばかりお話を伺っていきたいと思います。まずは高橋選手、はい、ようこそ名古屋へ。では自己紹介をお願いします。明治大学から名古屋グランパスに加入することになりました高橋亮です。名古屋グランパスという素晴らしいチームでプロのキャリアをスタートさせることを大変嬉しく思います。自分の持てる力を全て出して名古屋グランパスの優勝に貢献するので、皆さん一緒に優勝を目指して頑張りましょう。はい、力強いですね、頼もしい。じゃあそのまま高橋選手に伺っていいですか。はい、はい、じゃあね、今シーズンまずなんか具体的な、なんかこう個人的な目標みたいなありますか。まあ、個人的な目標としては、まあ開幕戦から試合に出ることです。いいですね、期待しております。さらにじゃあその先、これから将来の夢、目標などあったら教えてください。そうですね、やっぱりまずは開幕戦から試合に出て、そこから日本代表に選ばれて、最終的には海外でプレーしたいと思っています。いいですね。はい、さあそれでは続いて泉選手にバトンタッチいきたいと思います。よろしくお願いします。ではまず皆様へご挨拶がてら自己紹介お願いします。明治大から来ました泉龍二です。皆さんに見てほしいプレーは、攻撃の起点となり、ボールを失わずに得点に絡むプレーというのを皆さんに見てほしいと思います。以上です。いいですか。はい、いいですね、そのにこやかな感じがフレッシュで。さあ、それじゃあ、今シーズンの目標を個人的な教えてください。まず試合に出て活躍することというのが目標で、まあ、数字としては10ゴールを決めたいと思います。2桁きましたね。すごい。いやいや、もう目標多く、それがね、やはりスタートダッシュになりますからね。はい、さあ、それじゃあ将来的な夢、目標も伺いたいと思います。寮と被るんですけど、日本代表に入り活躍し、将来はドイツでプレーしたいと思っています。国名も具体的にあると、ね、そんな中、まずは初年度となる今シーズン、両選手とも頑張っていただきたいと思いますが、はい、じゃあさらに、今ですね、お集まりいただいた今日初めてこうファンの方とかと触れ合うんじゃないですか。なのでね、一言ずついただきたいと思います。では高橋選手、今一度ファンの皆様に一言。まあ、先ほども言ったんですけど、名古屋グランパスの勝利のために自分の力をすべて出すので、皆さんと一緒にまあ優勝して喜びを分かち合いたいです。よろしくお願いします。はい、高橋亮選手でした。そして泉選手お願いします。地元も近いということもあり、本当にたくさんの方が応援してくださると思うので、その期待に応えられるようなプレーをして、一緒に優勝できるように頑張りましょう。ぜひとも今シーズン一緒に頑張りましょう。ということで、2選手に今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。戻っていいですよ。はい、にこやかな笑顔はね、はい、年相応な、そうですね、はい、フレッシュにいいと思います。はい、高橋選手と泉選手には後ほどフォトセッションで改めて登場いたしますので、皆さんお楽しみに。さあ、それでは続いては今シーズン名古屋グランパスに加入しました外国人選手をご紹介いたします。皆様、大きな拍手とご声援でお迎えください。なお、選手入場の際はお席を立たないようにお願いいたします。それではご注目は、
会場後方をご覧ください。ディフェンダー背番号3ルドウィーク・オーバーン。フォワード背番号9ロビー・シモビッチ。ミッドフィルダー背番号15イ・スンヒ。以上3名が2016シーズンの外国人移籍加入選手です。今一度大きな拍手を送りください。いや、新ユニフォームに身を包んでね、ご登場いただきました。いやー、でかい改めて同じステージだとでかいですね。ちょっと改めて背中も見せていただいてもいいですか、3選手ね、本人たちの名前も入っております。はい、そして上下にもスポンサー名が入っているという新ユニフォーム、そして袖にも、スポンサー名が入っております。はい、前をお向きください。ありがとうございます。あとパンツの方にもね、うん、そうですね、はい、入っているという新ユニフォームを身に包んで、はい、いやいいですね。似合いますね。ねえ、似合いますね。それじゃあ早速お言葉をいただきたいと思います。はい、まずはオーマン選手、自己紹介をお願いします。Hello everybody, my name is Ludvig Åhman from Sweden, central defender, 24 years old. I'm very happy to be here. I will do my best. オーマンです。スウェーデンから来ました。24歳でセンターバックです。本当に頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、さあ日本に来られた今の気持ち、名古屋に来られた今の気持ちを。I'm very happy to be here. Japan is a very good country. I like it very much. I'm happy to be here. Yeah. まあ本当に嬉しいです。まあ日本という国、素晴らしい国だと思っておりますから、本当に来れて嬉しいと思っております。さあ、遠くスウェーデンの力ということでしたけども、その日本のサッカーの印象というと何かありますか？ I haven't been watching too much Japan football because the time difference, but I think that the football is really good here. Just from seeing on the practice, it's very good. まあちょっとね、スウェーデンとは時差がある程度あるので、そんなに見ているわけではないんですけども、本当にいいサッカーをしていると聞いております。まあ練習もね、もうすでにやっておりますけども、いい感触を得ております。はい、そして、まあ、来られたばかりですけども、何か新しい日本語を覚えてらっしゃらないかなと。I only can two words. こんにちは、ありがとう。ですね、はい。それが分かればもう十分ですよ。挨拶に始まり挨拶に終わりですからね。素晴らしい。じゃあ最後に、集まってくれたファン、サポーターへ一言お願いします。I will do my best here. I hope we together will succeed this year, make a good year. And I'll be thankful for your support this year. And I hope to see you all soon on the arena.本当に皆様と戦うために私はここに来ました。ここでしっかり頑張りたいと思います。やはりスタジアムに、まあ、彼はアリーナと言いましたけどスタジアムにぜひ来ていただいて応援してください。はい、オーマン選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、マイクはバトンタッチ、続いてシモビッチ選手、より高い、ね、さあそれでは自己紹介お願いします。こんにちは、
My name is Robin Simovic, 24 years old, striker from Sweden. I'm very happy to be here in Nagoya Grampus. I'm very excited to play in the J-League, so I'm looking forward to it a lot. ロビン・シモビッチです。24歳です。スウェーデンから来たストライカーです。本当にJ リーグでしっかりプレーすること、それから勝っていきたいと思っております。期待しております。重複した質問になってしまいますが、今のお気持ちを聞かせてください。 It's a very good feeling to be here. A lot of nice people, kind people, so I'm really looking forward to being in this country for this year. So I'm very happy to be here. まあ、本当にこの国に行きたいと思っておりました。人々が優しいし親切だということを聞いておりましたので、本当に来れて嬉しく思っております。さあ、それでは日本のサッカーの印象、下部選手何かありますか？I know a little bit, but not so much, but I will learn. And I know that there are really good players in this country, especially in our team. I've seen on these 2 days on the training, there are some quality players. So, I think it's a good country for football. あまり、ね、その深くは知るところではないんですけれども、ただやはり素晴らしい選手がいる国だということで、それはもう練習をしましたけれども、その中でも本当にクオリティの高い選手がいるんだなということを実感しております。さあ、それでは先ほどこんにちはというヒーローもありましたけども、他に何か日本語知ってますか？こんにちは、I know and ありがとう。That's but I will learn more. It will come. No problem. もっとこれから学びますので心配しないでください。かしこまりました。ぜひね、日本にいち早く馴染んでいただきたいと思います。それじゃあファンサポーターの皆様に。シモビッチ選手、一言、いいですか？いただいて。はい。I hope all of you come to the arena and support us, and it will be a fantastic year. We have lots of wins, and I hope we can be in the top of the J-League. With your support, it's absolutely... it can happen. 本当にスタジアムの方に応援してきていただいて、一緒にJリーグで、しっかりナンバーワンの座を取りたいと思います。もう本当に皆さんの応援よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。シモビッチ選手でした。さあ、それでは3選手目、イースギ選手、では自己紹介をお願いします。こんばんは、私はイースギです。저는한국에서왔고요나이는27살입니다포지션은수비형미드필을보고있습니다私は韓国から来ました。年は27歳です。守備的ミッドフィールダーを担当しております。それでは今名古屋に来られたお気持ちをお聞かせください。일단너무좋은팀에오게돼서행복하고요。제가팀에합류하게되게있어서행복하게생각하고있습니다。그리고너무좋은도시와깨끗한환경이있어서앞으로적응해가는데있어서는문제가없을것같고요。제가열심히해서좋은팀에도움이될수있도록열심히하겠습니다。はい、まずはとても良いチームに合流することができまして、とても幸せに思っております。そして街も綺麗で、すぐ慣れることができると思っております。問題は特に感じていません。これからチームに貢献できるように頑張りたいと思います。では続いて日本のサッカーの印象をお聞かせください。어렸을때부터많이봐왔기때문에한번쯤은경험해보고싶은리그였고요또제가이렇게오게돼서너무기쁘게생각합니다그리고뭐한국과일본과차이가좀있겠지만또많이배울점은배워서많이발전한선수가되겠습니다はい、幼い頃からずっと見てきたリーグでして、一度は経験したしてみたいと思っていましたので、とても嬉しく思っております。韓国と日本で違う点もあるかとは思いますが、学べる点を学んでこれから発展していきたいと思っています。では最後、変化球ですけども、日本食何か好きですか？日本語今はね、素晴らしい自己紹介だったんで、寿司？刺身？ちなみにネタは？チャムチ。マグロが好きです。おお、なるほど。寿司ね、ぜひとも存分に食べていただきたいと思います。はい、さあ、それではファンサポーターの皆さんに、一言お願いします。일단제가경기장에많이나갈수있도록열심히할것이고요또
名古屋グランパス라는팀에걸맞는선수가될수있도록열심히하겠습니다운동장에많이와주셔서응원해주십시오まずはたくさん試合に出たいと思っております。そして名古屋グランパスの名に恥じない選手になりたいです。ぜひ会場に来て応援してください。はい、鈴木選手でした。どうもありがとうございました。ということで新外国人選手、オーマン選手、シモビッチ選手、イ・スイン選手でした。大きな拍手をこれからどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ3選手にはフォトセッションで改めて登場いただきますので皆さんお楽しみに。でかい。はい3選手とも、ね、慣れないなあの大きさはすごいですよねさあ続いては日本人移籍加入選手をご紹介しましょう。皆様大きな拍手とご声援でお迎えください。先ほどと同じく選手入場の際はお席を立たないようお願いいたします。では改めて再度会場後方をご覧ください。ミッドフィルダー背番号6小林翔太。ゴールキーパー背番号16武田洋平。ミッドフィルダー背番号17明神智和。ゴールキーパー背番号28小木康太。そして最後はディフェンダー背番号33安田道博。以上5名が2016シーズンの移籍加入選手です。今一度大きな拍手を送りください。さあそれではお一方ずつ自己紹介と意気込みを伺いたいと思います。それでは小林選手お願いします。お願いします。皆さんこんばんは。湘南ベルマーレから来ました小林翔太です。この度名古屋グランパスから、オファーをいただいて、このような素晴らしい偉大なチームでプレーできることを、本当に、感謝しています。一つでも多くの勝利に貢献して、一つでも多くのタイトルを取りたいと思っているのでどうぞよろしくお願いいたします。さあそのままちょっと一言伺ってもいいですか。はい、はい、この名古屋グランパスを選んだ理由みたいなのも聞いてもいいですか。そうですね、まあ本当に偉大なチームなんで、そういうところでプレーしたいなって思いましたし、どんどんステップアップしていきたいなと思ったんで選ばせていただきました。何か目標は？目標は日本代表になることです。ぜひ名古屋からなってください。ありがとうございます。さあ代わってはゴールキーパー武田選手、じゃあ自己紹介と意気込みを一言お願いします。大分トリニータから移籍してきました武田洋平です。名古屋グランパスという、ビッグクラブに、チームの一員になれたことを本当に光栄に思います。少しでもチームに貢献できるように頑張っていきますので応援よろしくお願いします。はい、ではそのまま武田選手ご質問させてください。やはり名古屋というと楢崎選手という存在がございます。そんな中ご自身どんなアプローチ今シーズンしていこうと思ってますか。そうですね、やっぱり、すごい方なんでいろいろ学ぶものもあると思うんで、しっかりいい部分吸収して自分が成長できるように頑張って試合に絡めるように、頑張っていきたいと思います。はい、武田選手どうもありがとうございます。よろしくお願いします。さあそして赤のユニフォームを着てくれている明神選手、ようこそ名古屋へ。では自己紹介と意気込みをお願いします。皆さんこんばんは。ガンバ大阪から移籍しました明神です。シーズンが終わった時に明神を取ってよかったと言われるように全力で頑張ります。よろしくお願いします。さあ
まあ、名古屋グランパスはここ近年かなり若手にシフトチェンジしている中にご自身のこう取られたというですね、この1年でのご自身の役割みたいなのはどのようにお考えですか？若い選手が多いチームですけど、力はあると思いますし、今まで僕がやってきた経験なりそういうものは、必ず、自分の武器として、このチームに生かせると思うので、選手みんなで頑張ってタイトルを取ります。力強い、ありがとうございます。ありがとうございます。陽次選手でした。さあ続いては、必ずいいコメントをしてくれるだろう選手でございます。はい、ハードル上げました。自己紹介と意気込みお願いします。ヴァンフォーレ甲府から移籍してきました荻浩太です。まあ、コメントは安田選手の方がいいコメントをしてくれると思うので、まあ僕は皆さんと同じようにそちらから名古屋グランパスの選手を眺めていたサポーターの一人でもあるので、まあここに立つのがすごい不思議な気分ではありますけども、やっぱりそういう携わった人たちに憧れてもらえるようなそういう選手を目指して頑張りたいと思うので応援をよろしくお願いします。まあ、地元に凱旋されたということですけど、素直にどうですか帰られてきて。そうですね、まあ、当時はやっぱり、本当に岐阜県民としてもやっぱり名古屋グランパスっていうチームがホームチームでしたので、そういうチームに加入することができてすごく嬉しいです。試合も見に行ったりしてたんですか？はい、してました。伊藤裕二さんのファンです。おお、もう筋金入りですね。戻ってきていただいてありがとうございます。はい、荻選手でした。ありがとうございます。ありがとうございます。たまたまです。背番号順にしたらたまたま彼が5人目になったというだけでございます。はい、それでは最後の新加入選手自己紹介と意気込みお願いします。お願いします。皆さんこんばんは。ヴィッセル神戸から移籍してきました安田道郎です。先ほど控え室で小倉監督兼 GM に道は抑えろとちょっと飛ばしすぎるなと言われたので、はい、ちょっと抑え気味に行きたいと思うんですけど、僕はもう本当心は名古屋に染まってます。はい、昨日は、味噌煮込みうどんを食べてデザートに白のもあるそして今日はトヨタのブランドのレクサスに乗ってここまでやってきました。そして控え室で UCC 上島コーヒーを飲み今に至ります。はい、これこそねねって、はい、グランパスで一つになる幸せというものでしょうか。はい、しかし皆さん口だけではありません。信頼してください。勝ちますから。ありがとうございます。もう何も振る言葉がございません。素晴らしいね、名古屋色にもう存分に染まってくれておりますね、安田選手でございました。ということで、この5選手これからグランパスファミリーとして活躍していく選手ですので、どうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。5選手に大きな拍手をお送りください。さあ、舞台上の選手の皆様にはそのままお残りいただいてフォトセッションへと移らせていただきたいと思います。はい、それではそれに加えまして先ほど新人選手として登場いたしました高橋選手、泉選手、さらには外国人移籍選手のオーマン選手、シモビッチ選手、スイン選手にも改めて登場いただきたいと思います。皆様大きな拍手でお出迎えください。さあ、それでは選手の皆さんにはフォトセッション用に整列をお願いいたします。はい、それでは整列していただいている中ですね、ファンサポーターの皆様、冒頭でもお願いをさせていただきましたが着席したままその場にて撮影をお願いいたします。ただしこのフォトセッションの時間だけフラッシュを使用しての撮影、さらにはムービー撮影もオールオッケーとなっておりますので存分に撮っていただきたいと思いますよ。はい、はい、一人足りない方がいらっしゃいますね。中央に立つ方ご紹介したいと思います。小倉 GM 兼監督です。どうぞ。はい、さあそんな皆さんと、おお、グランパス君も来ました。グランパス君やっと出てきたね今日ね。はい、じゃあそんな皆さんで撮っていきたいと思います。
まずはお待たせしました。もうすでに撮ってるねみんなね。いいよ撮っていいよ。ファンサポーターの皆様の写真撮影フォトセッションタイムとなりますので、これは前列の方もそのまま、選手はまっすぐでいいですか。はい、では皆さん直立のままの状態でのフォトセッションスタートです。どうぞ。グランパス君もうちょっと近づいた方がいいんじゃないのか。そうですね、ちょっと遠いですね。小林選手の距離がもうちょっと縮んだ方がいいんじゃないのか。仲良くね、仲間ですから。はい、じゃあ続いて前列の選手、中腰でより、後列の選手が顔が見えるようにお願いします。それでは改めてファンサポーターの皆さんのフォトセッションタイムどうぞ。いいですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか。はい、どうもありがとうございます。さあ、それでは続きましていきましょう。メディア各社の皆様、大変長らくお待たせしました。ではですね、こちらからまずメディアの皆様、ステージ前に、はい、お集まりいただきたいと思います。で、いろいろとご要望があると思いますので、リクエストを声高らかにいただければお伝えしますので、はい、選手監督に皆さんベストポジ取っていただきまして、うん、ではまずはまっすぐ立った状態でのメディアの各社の皆様のフォトセッションに参りましょう。いいですか。それでは選手監督の皆さん、フォトセッションよろしくお願いします。どうぞお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてスチールの皆様、一旦ですね、ENGの皆様にを中央に入れさせていただいてもよろしいですか。はい、すいません、ごめんなさい、ご協力お願いします。申し訳ないです。はい、ありがとうございます。はい、では今度はムービー映像の方、わあ、もう今日はもうカメラがもうかなり入っております、はい、ね、それでは ENGの皆様ご中心でいきましょう。どうぞお願いします。動いてるのがグランパス君の右手だけっていうね、ムービーなのに動いてるのはグランパス君の右手だけっていう、そんな状態ですけども、じゃあこのままですね、 ENG の皆様中央のまんま、前列の皆さん、縦膝をお願いします。じゃあどちらにしましょう。右足を前に出していただいて、左足をついていただいて、はい、グランパス君もやるのかい。すごいできるんですね。いいと思います。はい、はい、じゃあまたまた ENG の皆様でいきたいと思います。はい、どんどん声を出していただいてリクエストお願いしますね。あ、左手はどちらにしましょう。腰で、はい、左手腰で、皆さん揃っている方がかっこいいのでね。はい、では改めてもう一回いきます。お願いします。どうぞ。はい、あと何か ENG の皆様リクエストありますか。はい、目線欲しい方は言ってくださいね。よろしいですか。はい、では続いてごめんなさい、スチールの皆様お待たせいたしました。今一度中央 ENG の皆様ご協力ありがとうございます。じゃあちょっと膝痛くなると思うんで、一回体勢直していただいて、はい、逆にしますか。じゃあ逆にしましょうか。逆にしますとね、今度背番号も見えたりしますからね、背番号、番号がね、はい。さあ、それでは、グランパス君も変えてくれたのね、ありがとう。ありがとう。ではスチールの皆様の中央でいきたいと思います。では参ります。どうぞ、何かリクエストありましたら声出してくださいね、お願いします。表情柔らかくスマイルで、グランパス君スマイル、グランパス君スマイル、ね、え、どうするこれです、グランパス君、見切れてたらおいってね。って、はい、小林選手に寄ってます。はい、あと何かリクエストございましたら言ってください。大丈夫ですか、よろしいですか。では続いてのパターンに移りたいと思いますが、よろしいですか。はい、ではメディアの皆様どうもありがとうございます。ありがとうございます。では続いて、はい、今度は何でしたっけ、
降りていただくんですよね。そうですね、ファンとサポーターの皆様と監督選手の集合写真を撮影ですね。はい、はい、さあ監督選手は向かって左側の階段からステージ前へと移動してください。さあそしてメディア各社の皆様は私に近いこの階段からステージの上にお上がりください。お願いします。今度は皆さん映りますよ。化粧大丈夫ですか？あと手袋いいですか？今日手袋もらいましたよね、うん、なんか掲げる前にまず手袋をあのみんなあの装着してください。はい、カバンの奥にしまってないで皆さんやっぱりしまってますね。しまってみんなビリ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 いってるまあそれはそうだよね、室内ですからね。はい、みんな手が赤色になってもらいたいと思います。選手たちもつけてます。いいですね、みんなお揃いっていいですね。いいですね、まあ、ロング T シャツロングスリーブなんで、はい、またね真っ赤に染まってもらいました。加入選手たちみんなつけました？つけた？まだまだまだじゃあつけた人はその手のまんまでもいいですし、ご自身が持ってきた応援の何かグッズでもいいです、掲げてもらってね。あんまり上に掲げすぎると後ろの人見えなくなったりするし、あと自分の顔をあの、ね、モザイクみたいになっちゃうんで、ね、こう胸元らへん首元らへんがいいのかな。はい、あじゃあみんなも立ってもらいましょうか。立ちましょうか。はい、では立っていただいて、じゃあ僕が名古屋グーランパースって言ったらみんなあのバーって掲げてくださいね。いきますよ。では前列の皆さんも立ちでそのままでいいんですよね、選手たちは。はい、ではまずはあの普通にカメラ目線でまっすぐ見ていただいて、ではサポーターの皆さんいいですか。ではいきます。名古屋グーランパース掲げて、イエーイ。はい、なんかざわざわな感じだったねそうですね。じゃあ僕がせーの名古屋って言ったらグランパース言いましょうか。いきますよ、いきます、せーの名古屋キープキープ。いいですね、手の甲めっちゃ見せてる方もいましたねはい、あとね横断幕をねちょっとご用意させてもらいたいと思うんで、今回あの専務も言われていました今回のこのスローガン、3列目の選手ちょっと、あ、3列目じゃない3列目のお客さん、ファンサポーターの皆さんちょっとね掲げてもらって、はい、グランパスで一つになる幸せと、はい、矢沢選手がバッチリ言ってくれてましたけどじゃあ両サイドピーンと引っ張ってもらっていいですか。ピーンとピーンと、あ、いいですね、うん、真後ろの皆さんすいません。じゃあ前列の皆さんはどうしましょう、このまま選手もこのままでいいですか。じゃあ一応中腰に行きましょう、前列の皆さん中腰で。じゃあ今度は僕はまた名古屋アーツはグランパースイエーイってイエーイって叫んでもらっていいですか。みんなの笑顔ねお願いしますよ。では行きます、せーの名古屋名古屋付き合ってる感しょうがねえな、付き合ってやろうか感出てますよ。もう一回行きますよ、もうね、一つになる時ですよ今が。じゃあ行きますよ、せーの名古屋これカメラだからね、動画だからみんなのイエイも入ってますからね。はい、ありがとうございます。じゃ あ最後ではですね、信頼の赤い一本線を皆さんで、作っていきたいと思いますので、お隣にいる人知り合いじゃないかもしれませんが手をつないでいただいて、僕がせーのって言ったらバッと手をつないだまま上に手を挙げてください。よくねグランパスの選手たちがゴールラの皆さん勝利したときにうーやいってやるでしょ、あれはあります。せーのって言ったらバーってこう掲げてください。はい、これ選手たちもぜひやっていただいてもいいですか。小倉監督も大丈夫ですか。はい、ではいいですか。え、そうですそうです、上の方に大丈夫ですか、顔映ります、いいですか、一応そういう流れなんですけどいいですか、いいですか、カトゥ
すいません、じゃあ豪華出たんでいきますよ。皆さんも一緒に手つないでますか、いいですか、恥ずかしがらずにね、ドンビシャイですよ、お願いしますよ。それではいきます、せーのでいきます、せーの、はい、あ、いいね、いいね、いいですね。おお、赤がつながってる。これこっちから見るとすごいよ、はい、すごい素敵です、うん、これあの、うん、ぜひ各局で確認してください、はい、え、各局のテレビで確認してくださいね、はい、カメラさんいいですか、よろしいですか、はい、ありがとうございます、ご協力いただきました、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、メディア各社の皆様もどうもありがとうございました、ありがとうございました。さあ、では監督選手は向かって右手側の階段からステージへと移動してください。メディア各社の皆様はこの私に近い階段から客席へとお戻りください、ありがとうございます、はい、ご協力ありがとうございます。さあ、それではですね、ここでチームのこれから行われるキャンプスケジュール並びにプレーシーズンマッチについてご紹介させていただきます。はい、1月25日からはタイチェンマイで、2月3日からは沖縄県ハエバル町に場所を移して春季キャンプを予定しております。また2月14日日曜日にはガンバ大阪が開催する私立吹田サッカースタジアムのこけら落としマッチとなるパナソニックカップがパナソニックカップに参加が決定しております。はい、そして2016シーズンの開幕戦は2月27日土曜日、アウェイヤマハスタジアムにてジュビロ磐田と、またホーム開幕戦は3月6日日曜日、トヨタスタジアムにてサンフレッチェ広島を迎えての試合が予定されております。アウェイホームともに開幕戦勝利を楽しみにしていきましょう。ファンサポーターの皆様、メディア各社の皆様、ご協力ありがとうございました。さあ、それでは最後になります、小倉 GM 兼監督から本日お集まりいただきましたファンサポーターの皆様に一言お願いいたします。それでは一歩前にお進みください。新しい選手たち入ってきてくれました、新しい気持ちで練習は始まっています。先ほども話しさせていただきましたが、新しいチャレンジ、この選手たちと、皆さんの信頼を勝ち入れるように、勝ち進んで頑張っていきたいと思います。その先には、皆さんの、感動と笑顔でグランパスで一つになれたらなというふうに思います。今年1年温かい応援よろしくお願いします。小倉 GM 兼監督よろしくお願いいたします。今一度小倉 GM 兼監督、そして新加入選手の皆さんに大きな拍手をお送りください。以上をもちまして名古屋グランパス2016シーズン新体制発表会を終了させていただきます。皆様、今シーズンも共に戦っていきましょう。ということで最後はグランパスコールいきますよ、せーの、名古屋グランパス、名古屋グランパス。ラスト選手、そして大倉監督でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではご退場ください。いや、あっという間の新体制発表会でございましたが、皆様楽しんでいただけましたでしょうか。あ、グランパス君一緒にエンディング迎えるのね、オッケー、くれるんですね、帰るタイミング逃したよね。よしよし、みんなと一緒にいたいということでございます。はい、ということで、本日はご来場いただきまして本当に皆様ありがとうございました。ありがとうございました。